事件は売り、事故は買いとありますが、テスラさんはどう思いますか？まあ、こういう相場格言みたいなやつって、まあ、結構当たってたりするんですけど、まあ、普遍なものと、すごい昔からに作られて、今は通用しないものと分かれるんじゃないですかね。まあ、その言葉に関して言えば、まあ、当てはまってんじゃないかなと思いますけど。結局側だけじゃなくて、その真意は何かみたいなのをちゃんと調べると、あ、なるほどな、みたいなのって多い気がします。こんばんは。配信楽しみにしてました。前回の動画で某服屋を長期間空売りしてたとおっしゃってるんですが、下がると思った理由はズバリ何でしょうか？私自身まだ空売りをしたことがなくて今後していきたいので、初心者空売りするときに気をつけるべきポイントもお聞きできると嬉しいです。下がると思った理由は高いと思ったからですかね。あとその日銀の買うバランスが変わったとか、あと全体を買いポジションでしか持ってないので、気持ち的にすごい売りやすいとか、まあ今も売ってます。空売りするときに気をつけるのは、買いはゼロにしかならないんですけど、空売りは借金になるので、まあそれを一番注意するんじゃないですかね。買いだと100万円分買って0円、倒産しても、まあ、100万円しか損しないんですけど、売りだと100万円分売って、それが3倍とかになったら200万円、100万円しか立ててないのに200万円損したりするので、そうするとマイナスになっちゃうので、そこが一番空売りの怖いところかもしれないですね。なので、その何倍とかに簡単になっちゃうような株は怖くて空売りできないとか。だそういう某服屋とか、じゃあ某ソフトバンクとか某トヨタみたいなのって、どんなまあでかい材料が出ても、寄らずに2倍とかってまあなんないわけですよ。常識的に何兆円みたいな時価総額なわけなんで、その何兆円っていうのがさらに何兆円上積みされるって、だってトヨタの会社のその、まあじゃあトヨタが車売ってるわけじゃないですか。その車が単純に言うと2倍、今ある販売店、世界中で売ってる台数が2倍売れるみたいなぐらいに匹敵する材料が出て初めて、まあ2倍になるわけですよね。理論上は。なので、そんな材料この世にないわけじゃないですか。なんかの間違いでね、もうなんか急に電気自動車ちょっと電気充電しただけでなんかもう1ヶ月走れるとかいう技術ができましたとかなったら、まあワンチャンあるかもですけど、まあまあそんなもんないわけなんで、なのでそういう風なやつの方が怖くないっていうのは、あると思います。トヨタの一時的な減産について一言ください。そうですね。まあ、売れないから減産じゃないので、まあ、あんまりどうでもいい感じはしてますけどね。まあ、一時的にっていう感じはするんで、まあ、やばいのは売れないから減産しますとなったらやばいんですけど、まあ、半導体がとか、コロナで人手がとかそういう感じだったらまあなんとかするんじゃないでしょうか。今ね注目している銘柄はねトヨタですね。僕はねトヨタをねもうツイッターにも書いたんですけど、決算出た日とその次の日にねめちゃめちゃ買ったんですよ。16万株持ってたんですよね。14億円分ぐらい買ったんですよ。これはもう大人買いですよ。まあでかい時価総額がむちゃくちゃでかいんでね。まあ、それぐらい買えるんですけど。まあね、その次の日かなにね、投げたんですよね。2500万ぐらい損したんですけど。だから今は持ってないんで。今は持ってないんで、全然喋れるんですけど。まあ、そこで、もしその時めちゃめちゃ悩んだんですよ。まあ、その悩んだ時に投げるっていう、損切りするっていう決断になったんですけど、まあそこから株は上がってるんですけど。ただ、あの時に、もう一日様子見るかを悩んでて、もう一日様子見たら確実に今もそのまま持ってるんですよ。なので、まあ今は多分、まあ、今日ちょっと下がったんで、まだ何千万かぐらいの差しかないんですけど、当然、毎日見てて、もしあの時、もう一個の決断をしてたら、ほんと 50% ぐらい悩んでたんで、決断をしてたらどうなるか、どうなってたっていうのはもう今後の勉強のために、まあ今見てるんですけど、もうこれがもしかしたら、何億単位で今年一番のミスだったってなる可能性もありますし、ただそうなった方が今後のためには良くて、これがすごい下がってやっぱり損切りだったね、じゃあ勝ち目なかったっていうことになるんで、まあ、本当はめちゃめちゃ上がってあの時
あの時の迷ったやつが5億とか言った方が本当はいいんですけど、けどそうなるとそうなったで悔しいので、まあ、それがどうなるかなと思って、なので今のポジですし、まあ、多分、まあ、もしかしたらいつかまた買うかもしれないですし、逆に空売りするかもしれないんですけど、まあ、そんな感じで今は見てます。はい、たびたび申し訳ございません。先日トヨタの仮想売買で決済した日があったと思うのですが、あの日に売ったタイミングは勢いよく下げたからなのでしょうか。5日線割れとか気にされますか。あ、5日線割れとか気にしないですね。そうですね、朝一のあの下げで1万円を簡単に割るた時にそう感じたとしか言えないんですけど、あの1万円の時に、あ、で結局だから1万何百円とかまで行ったじゃないですか。でもそこでは売る気全くしなくて、そこでは売れないんですよ。結局天井なんかあるじゃないですか。尻尾と頭はくれてやれみたいな格言あるじゃないですか。多分あれは本当合ってて、一番天井でも売れないし、一番底でも買えないんで、なので、やっぱ感覚的にもあの一万何百円のところとかは売る気全くしなかったんですけど、1万円割れるちょっと前ぐらいの時に、その前の1万何百円が天井かなみたいな風に感じたんで、1万円で売ったっていうことにしました。トヨタ1万円つけてきますかね。それトヨタはあの AA 株っていうのを発行してて、8000円ぐらいで、多分株価1万円ぐらいで発行するんですね。その8000円ぐらいの時に1万円ぐらいで発行するけど、でも5年間元本保証で年利平均 1.5%、で5年以降は 2.5% の、利回りで、まあ、5年目でもしかしたら5年目以降はあのトヨタが強制買い取りするかもよみたいなのがあったんですけど、でそれを僕2億ぐらい買ってたんですけど、本当買ったところのが天井で、 あとその8000円で1万円で発行するんですけど、1万円以上になったらその分の差額も別にそこで売ってもいいよみたいな、まあ、5年後以降はそこで売ってもいいよみたいな、なのでその差額ももらえて、下はトヨタは元本保証してくれてみたいなのがあったんです。その代わり利息が 1.5% でトヨタを普通に持ってるより少ないよみたいな、ただリスクがめちゃめちゃ少ないんで、トヨタが、そういうデフォルトみたいな倒産とかしない限りは大丈夫なんで、すごい人気があったやつで、それでまあ買ってたんですけど、見事にやっぱりね、買ってから株価天井で一回もその5年間の間その1万円どころかその8000円みたいなところを超えることもなくずっとやって、で、それが5年経ったんですよね。で5年経って、ちょうど、あの、トヨタが、やっぱりやめますみたいな。本当はね、好評だったんで、2回目、3回目発行するみたいな最初言ってたんですけど、それもなかったんで、あ、なんかやっぱり、あんまり良くなかったのかな、みたいなトヨタサイドからしてね。で、結局やっぱり、そうみたいで、2回目とか発行されることはなくて、トヨタの強制買い取りに最近なったんですけど、なったら、すごい、上がっていって1万円をみたいな感じになってきたんで、なんてその発行するときうまいんだみたいな感じに思いましたね、うん、思って見てます今。すごいタイミングですからね、本当そのちょうどその5年間全く株価上がらなくて、で5年経ってやっぱやめたってなったら上がっていってるんで、すごいなと思います。もちろんその、総額トヨタの時価総額とかそういう日々の流通金額からしたらめちゃめちゃ少ない金額なんで、それをなんかそういう風に操作したみたいなことはできないんで、意味ないんでないですけど、昨日の海運の底当ててたのすごかったです、本当尊敬。そうですね、ああいうのはね分かるんですよ。天井と底当てるのは多分上手だと思いますよ。それだけで勝ってるのかもしれないですね。それはもうスイングでも中長期でも、なぜかっていうと多分需給だけ見てるから分かるんでしょうけど、そういうのは分かります。なんで分かるんですか。見ててさっきも言ったんですけど、例えば自分が調べてみんなが知ってるだろう材料で上がんないってなったら、この材料では上がんないんだってなるじゃないです か、 だかそれの同じ感じで、すごい下がってる時に板とかチャートとか見てて、みんながこう考えててこうなってるはずなのにここで止まったってことは、これ以上もうみんなが絶対に今売りたいって思うって恐怖のどん底で今みんなが投げてるはずなのに止まったってことは、
もうみんな売りたい人は売ったんじゃないかとか、そんな感じですかね。それの天井はその逆で、下はそういう感じ。心理学とかって言ったらそうなんですかね。誰に習ったわけでもないし、考えてやってるわけでもないんで、無理やり言語化すると、そういうことなんじゃないかなと今思いました。明日は日経平均が3万円に回復して、含み益が3000万円になって、トレンド転換して、日経平均高値突破。これでいきましょう。はい。